はい、あなたの神様ね、キムさん、キムとカメラマンのハルちゃんです。はい、長ない？長ない。今回な、はい、またハラちゃん企画やねんけどさ。ほう、ドッキリ。え、ドッキリじゃないねん。ドッキリじゃないよな、ここは、うん、どこかわかる？ここは心霊スポットっぽいけど名前は知らん、なんも。これな、普通に山の中に遊びに来たっていう動画を撮ろうと思ったんやけど。山の中の動画。うん、まあさ、山好きや、うん、さっきその下に下に、あ、なるほどなるほど、しに来ようと思ったんやけどさ、はいはいはい、近くに心霊スポットみたいなのあるって見つけたから、うん、キム運転してくれてるけどさ、こっちがナビしとって、うんうん、どこか分からへんやん。分からん。ってことは心霊スポット連れてっても行けんちゃうみたいな。昔からその心霊スポットとかさ、 YouTube でいっぱい見とったから、うん、俺も見たことある。こう YouTube やりだしたからこそ、うん、やってみたいなと思う。ありがとうございます。まあ俺も心霊スポット結構好きやし、うん、そういう企画あれかなみたいなずっと思ってたし、うん、ちょっと楽しみかな。マジ？まあ余裕やし俺。でも あんまし怖いないしほんまに、うん、ここあれやね、ホトトギス旅館って知ってる？聞いたことない。マジ、うん、なんかそこならしくて、うん、関西でかなりヤバいところ。関西でも結構いろんなとこでヤバいってやつあるやんな。そう、でもその中でもいろんなサイトに取り上げられるぐらいめっちゃヤバいんやって。ヤバいから YouTuber とかあんまり行ってない。あ、そうなんや。そう、バレ取れたく高いやんめっちゃ余裕やけど大丈夫だ。俺も YouTube のことしか頭にないからまあ実際にほんまにヤバいところならしいから、なんかあっても自己責任で。連れてきたのはハラちゃんやけど。まあまあまあ、ハラちゃんが守ってくれるよきっとハラちゃんが守ってくれる。ホトトギス旅館やねんけど、うん、ちょっと調べてみんとな、聞いたけど入られへんとかさ、うん、なったらあかんなと思って入り口どこかとかいろいろ調べとったんやけど、うん、入り口どことかの前に、うん、結構人死んでるっぽいね。亡くなってる。あー、じゃあ屍でもう入り口ないみたいな感じってこと？うん、多分ホトトギス旅館に行ったことある人は、うん、白い霊が見えたとか。あー、で和服の女の人、和服の女の人、うん、出てきたりとか。あー、写真は絶対撮ったあかんとか、動画回しながら絶対入ったあかんとか。あー、なるほどね。そう、なんか結構書いてあるね。ツイッターとかでいろんな人、心霊スポットないですか、うん、って聞いとったんやけど、うん、同じくホトトギス旅館どうですかみたいな、うん、って言ってくれた人がおったんやとか、どんなんなんですかって言って、そこも一応調べようと思ってるんですけどみたいな言ったら、その人の友達かなんかが結構ふざけて行ってんて、みんなで飲んで行こうやみたいな、うんうん、ってなって行ったらしいんやけど、その時に行った人、行って帰ってきて3日4日してからなんかおかしなりだしてて、なんかちょっと気狂ったみたいな。ちょっと遅め。みんなそんな頻繁連絡取らへんらしいから、うんうんうん、それで大丈夫なんかなみたいな、うん、その人はその友達っていうよりかその友達の連れみたいな感じだったから、その友達づてに聞いたのが3日後ぐらいにおかしなって、うん、おかしなってから連絡取らへんようになって、で亡くなっとってんて。そうなんや。そう、マジのやつ。まあまあはなちゃん頻繁に連絡取ってるし、まあおかしいなと思ったら家来てくれたら。またあの YouTube で時計眺めて数えてんだよおかしくないとあんな感じかな。多分あんな感じだと思う。やったらいける、なんとか治れる自分でちょっとはなちゃん準備して買ってきとったんやけどさ、さすがにこのカメラの光やったら、うんうん、周り今見たら分かるけどめっちゃ暗いやん。暗い。映らんかったら意味ないなと、うん、iPhone とかで照らしてもさ、うん、ちょっと暗いかもしれへんな。ライト買ってきて。はい、うん、懐中電灯。そう、1個しかない。これハラちゃんだよ。それハラちゃんの。俺のは、うん、キムのやつ一応買ってんで。見せて。これこれ。何これちっちゃすぎへん。いや、やっぱキムこう動かなあかんからさ。うん、ありがとうやけど、うん、絶対ちっちゃいやんこれ。いや、明るいんこれ。え、めっちゃ明るいと思うで。ほら見てこれ、ちゃんと光る。パチッとって書いて。パチッとってどういうこと？なんかあった時にまあ光ってくれるんちゃうかな。これ絶対ランタンみたいに使うやつやん。いやいや、ちゃうちゃんとなんか使えるって書いてあったから。なんでハラちゃんだけそんなでかいやつな。やっぱちゃんと映さなあかんからさキムそれでいけるやろ。早速行ってみる。ちょっとまあ行きの道中にちょっとライトとかも確認しながら。山の中っていうのやし、まあ全然余裕やねんけど、うん、余裕やねんけど山の中やから、うん、足場とかもって悪そうやし。ああ、そうそうそう、それで照らしてこれ、まあまあまあ、これで照らしながら行くけど。照らせる照らせる。暗そうやけどな、これ。男気見せたいと思います。うん。みんなに。って感じで、ハラちゃん企画、ホトトギス旅館に来たってことで、今から、とつっていきたいと思います。はい、じゃあ早速行こう。レッツゴー。パトカーも来てます。あ、そうなの？もう回ってるんで、もうこの間からみんな中入ったらもうパトカーで調査されるね。うん。特に放送してからな。ああ、そうなんですね。うん。放送して。中で爆弾の間にね、もう近隣住民何人？それで今日も消防署、警察署。巡回みたいな人。うん、巡回してるんです。心霊スポットとして紹介されて、かなり人増えたらしくて、警察とかの取り締まりしてるらしいんですよ。入られへんから、ただ移動だけして。うん。わかりました。うん。はい。
やってまいりました。やってまいりました。いろいろな事情がありました。さっきのところね、もうこれなりかけたんでそう、まさかキムがなちょっと捕まりかけたからな、あんなになんか有名な出てんな。あ、ちょっと YouTube で調べてみよう。多分テレビのその放送回かなんか出てるやろ、でそれだけじゃちょっとハラちゃんは帰りたくなくて、またちょっとキムに運転して来てもらいました、はい、また山ですね。埋める気ですか？埋めはしない。落ちるドッキリとか仕掛けないです。落ちるドッキリここから結構やばいで、これやばい。ここな、また大阪で有名なら滝畑ダムってとこやね。滝畑ダム、そう、そこも心霊スポットで。全く聞いたことない。ほんまに、うん、ずっと大阪おんのに。ずっと大阪おんのに聞いたことない。そういう遊びしたことないから友達おらんし暴走してたぐらいやもんな、うん、結構心霊がやばい。そう、特にやばいのが今そのキムの立ってる場所。ここ、うん、そこ、ここなんかあるの？ここあの飛び降り自殺してる。マジでやばいやん。え、ここ人沈んでるってこと？そう、やばいやん。カメラこう入れても全然暗くて分からへんけど、ここに紐つけてそのまま首吊って自殺したとか。首吊って自殺、朝になったら人ぶら下がっとったみたいな。怖っ。そう、内臓とか全部出るんやろなっていう。この箸でちょっとオープニングを撮ってキムをビビらそうと思ったんやけど、余裕全然やな。怖くない？友達になりたい。お化けとハッシュタグお化けと友達になりたいめちゃくちゃ陽気やな。でもまあここは首吊りがあったりとか、飛び降りの自殺があったりとかっていうするぐらいで、もっとやばいのが第3トンネルっていうところがやばくて、そこで車で行くやんか、はい、でトンネル内で暗闇にしてエンジン切って、窓も全開の状態でホーン鳴らしたりとかすると聞こえたあかん音が聞こえたりとか。聞こえたあかん音ってお化けの声とか足音とか。怪奇現象って今までなかったからめっちゃ楽しみなんやけど、3回じゃないとあかん。それ5回とか6回じゃあかん。3回絶対出てきてほしいから10回くらい鳴らしたいんやけどな。まあでも3回で鳴って出てこへんかったら4回目とか鳴らしてみていいんちゃう？でもそれでなんか静かにしなあかんみたいやから。何秒か待たなあかんとかあるん？多少なりとも待ってる方がいいとは思う。心霊現象のゾーンみたいなのに入るとエンジンかからへんなったりするらしいんやって。とかあと車どっか壊れたりとか。おもろ。まあ、ゲンチャリがよく壊れやすいって聞くけどな。なんか近くに有名なレイプ小屋があるらしくて。レイプ小屋？名前の通り、結構そこもレイプされた人が何人かおる。そう、何人かおるし、でその中でもなんか死んでる人とかおるらしいから、レイプで耐えられへんくて、やば。だからそこに突撃したいと思う。レイプをしているか、レイプをしているかっていうか、まあ、そこも、まあ、レイプ小屋やっからレイプしてる人おるかもしれへんけど、そこもちょっとホットゾーン、心霊ホットゾーン、心霊ホットゾーン、ところ2つをちょっと回っていきたいな。わかりました、うん、まあちょっと初めて来る場所やけど、ハラちゃん企画せっかく考えてくれて面白いと思うんで、僕も行きたかったんで、あと電波通じへんからさ、なんかあってももう携帯は使い物にならへんから。あー捨てる、もうこっから掘り投げる、ここがはい、ちょっとだいぶやばいみたいで。トンネルやね。そう、見えへんじゃん。女の子がよく出現するらしい、このトンネルの中に。人がいます。他にもいますでも実験してみよう。足音とかが人おるから分かりにくい。まあでも結構近くで聞こえるかもしれへんし、一回試しにしてみよう。じゃあ連携します。じゃあ行きます。うん、3回な。3回。はい。人の声しか聞こえへん。10秒ぐらい待ってみる。せやな、あと10秒、あと5秒。はい、 OK、 10秒取った。じゃあエンジンかけます。フロントガラスの女の子の生首とか、ああ出てきたらそれはやばい。はい、何もなく。サイドミラーは、はい、うん、何もなかった。え、でも見て、え、血っぽくない？あれわかるかな？ほんまや、これめっちゃ血っぽくない？ほんまや、あれ血やん。違うのかな。うわ、でもこのトンネル歩きたいな。これツイッターやん絶対。モザイクかけとかなあかんじゃん、アンパンマン。いや結構すごいな。でもこのトンネル内幼女が出てくるらしい。幼女、うん、幼女がどこにも。俺幼女、その幼女連れてレイプがええかん。幼女がどこにも。俺幼女、その幼女連れてレイプがええかん。幼女、その幼女連れてレイプ。やる気やろ
はい、到着しました。到着しました、はい、こちらあのレイプ小屋となっております。ここがレイプ小屋、はい、一泊していくんですか。一泊していきますまあでもちょっとあの、レイプ小屋もう久々に来たから、久々にで、まあ、利用者ちゃうけど、うん、どうなってるかっていうのを、まあ、ちょっと今からすぐそこやねんけど、うん、歩いて確認できたらなと。もう見えてるやん、これじゃん。そう、うわ中見えへんな。結構ないかついのよな、草が生い茂ってて。素足で多分行ったら多分だいぶえぐいと思う。マムシオールって多分。マムシオールはやばいな。でもめっちゃ入りたいな。これが噂のレイプ小屋です。あそこが入り口。この回してると映りそうな気はする。呼びかけてみよう。じゃあちょっと原ちゃん入り口映すからさ、呼びかけてみてくれ。こんにちはーつって、こんにちはーつって。さっきからずっと音鳴ってんねんな。なんか鳴ってるよな。誰かいますか？いなさそう。なんかさっきから音もめっちゃ鳴ってない。誰かおりそうな気がするね。なんか絶対誰かおると思うね。はい、2回目のチャンネル、まあ、うん、着きました。なんとなんと今人がいない。よっしゃ、肝試ししてた人があの世で連れて行かれてしまいました。よし、召された。はい実際にここさ、こうカメラ越しで見たら結構結構見やすいのよな。うん。肉眼で見ると結構暗くて、なんかいろんな落書き物が。落書き多いな。そう、めちゃくちゃ多い。めっちゃ多い落書き。うん。ここでさっき実験してた窓全開にして、うん、暗闇にしてエンジン切って、ポーン2回、3回か。鳴らして、でちょっと待待機、ちょっと待待機、うん、そしたらまあ幼女が現れるかもしれへんし、うん、足音が聞こえるかもしれへんし、もう今やったらね、もうほんまリアルタイムで誰もおらんところで、誰も入れない。これで足音聞こえたらお化けなんで、そう、撮れたらいいなと思います、うん、カメラにうまいこと入ってくれたらいいけどな。間違いない。うん、じゃあもう早速やっていきますか。せやな。もう何時、12時半、めっちゃ眠なってきたいつも寝てもんこの時間今から実験していきたいと思います。うん、相当虫入ってる。誰だ、キムの顔は見えないんだけど。こうなってきた。ほらほらほら。うわ、今ギリ映らんかった。映らんかったな今。ドライブレコーダーが砂嵐になって壊れていきました。なんか壊れたな。じゃあ行きます。はい。奥、え、見えへん。ちょっと聞こえへんな。エンジンかける。まあ映しとくわな。何もない。ちょっとビビったやろ。全然。ほんまに？絶対ビビってたやろ。まず閉めよう。まだ閉めるな。これポジションにしたらどんなもん。フォグとデイライトもあるから。あ、そうか、結構暗いな。これでちょっと外降りてみる。これで降りるうん、キム懐中電灯あるやん。ちょっとめっちゃ明るいと思うで、こんだけ暗いから。ほら、稲川淳二の階段みたいな感じになってるえ、でも意外と明るいな。やろ、地味。それ明るい。明るかった。うん、ハリーポッターが魔法使う時みたいな。キャラちゃん今日冴えてるわ。ボケがポンポコ出てくるよし、じゃあなんかそれの方が明るいから降りてみよう。キム先降りていいで。え、怖っ。なんでどう、誰もおらん。降りへんの。石の降りへんの。降りるけど前とか来てほしいなと思って。絶対にビビってる。なんかさ、気のせいかもしれへんけどさ、オーブみたいな画面にピョ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 って映っとった。めっちゃ臭くない？ここ。俺、コロナ明けで匂いしない。あのね、車から起きた時の空気、うん、全然違う。なんかもうひんやりしてる。こう分かるかな？カメラに映ってるかな？分かる？ほこりじゃない？ほこりみたいなめっちゃ飛んでんの。このでも奥が女の子が出るんだよな。あ、そう、女の子が。行ってくる？いや、いいわ。行かへんの？こっち行く方が怖くない？あっちの方がなんか暗く感じるな。こっちの方が暗く感じる。バーン。ちょっと試しに歩くか。歩いてみよう。もう全然暗いで、向こう。こんなとこに車が暗いの終わりやからじゃん。しばき回す。だってこうやってても向こうほら、だって怖いもん。え？
なんか聞こえへんかったよ。今聞こえたな。聞こえたよな。うん。なんかこっちから聞こえたで。なんか落ちた音聞こえた。いや、落ちたっていうかなんか、えっみたいな、なんか、あっみたいな。なんか、ほら、まだなんか聞こえへんかった、今。え、今も聞こえへんかった。あ、ちょ、怖い。え、ちょ、普通に聞こえたで、今。え、ちょ、後ろ照らして、後ろ照らして、後ろ照らして。後ろ照らしてもなんも。前照らして、前照らして。だから、前照らしたら。検証結果、特に何もいなかった。まあ、何もおらんかったけど、まあ、検証結果、3回慣れても何も起きへんけど、うん。心霊スポットはやっぱり怖くない。なんかでもちょこちょこふーってなってたような気したんやけど、なってないよ。元気。じゃあちょっとほんならまたハラちゃんいろいろさ見つけるわね。まあそういうことやで、やっぱり心霊スポットは楽しいね。てやな、うん、楽しんでくるとかね。ハラちゃんはちょっと楽しかった。うん、って感じで、まあ今回いろいろハプニングというか人がおったとかいろいろあったんですけど、うん、まあなんとか最終的にこのトンネルで人がおらん間に検証できたってことなんで、よかったハラちゃん企画は。うん、たまには心霊現象で涼しく過ごそう。まあ夏やしな、って感じで、今日は心霊スポット行ってみたっていう企画第1弾かな。うん、うん、第1弾。また心霊スポット近々行くと思います。うん、今回ちょっとトンネルやったからさ、うん、できれば廃墟系、この建物に行きたい。建物行きたいな、うん、行きたい。ちょっと探すわ。お願いします。うん、って感じなんで、まあ、今回の検証結果は何も起こらないということで、うん、終わりたいと思います。はい。チャンネル登録、うん、グッドボタン、うん、お願いします。お願いします。以上、キムチャンネルのキムでした。